皆さん、はじめまして、ニットジョールです。えっ、ー、と、今日の発表のタイトルは、R Open s i サ e Community の紹介、えー、になります。で、まあ、偶然なんですけども、私もちょうど、杉崎さんと同じように、あの4月から千葉大学に、えー、移りまして、まあ、所属は違うんですけども、はい、えー、千葉だけの日程です。では、早速、始めさせていただきます。えー、と今日お話しすることは、えー、まずは、えっ、ー、と、R Open Site の、えー、紹介。 をしてから、えー、と私が ROpenSight に投稿した2つのパッケージの話をしながら、えー、とこの投稿のプロセスについて説明、えー、したいと思います。えー、でテーマは、えー、と <laughs> 今のせやくさんのお話とすごく似ているので、まあ、今回の話はこの2つをペアにしてすごく良かったなと思っています。でまあ、最後になぜ ROpenSight に参加する,ばするといいのか、説明したいと思います。ではまず ROpenSight は なのかと、えー、いう説明になります。アルマツサイの、えー、とウェブページの冒頭にはこのようなことが書いてありまして、We help develop R packages for the sciences via community driven learning, review and maintenance of contributed software in the R ecosystem.R package を作動して、えー、支援するコミュニティであるということですね。えーでまあ、あの特に私が、えー、強調したいところはこのコミュニティのところですね。 で、その、まあ、これから、はい、進めしますけれども、えっと、まあ、えー、コミュニティとして、この R パッケージを、えー、っと、メンテインするんですけれども、まあ、どのようなパッケージだと言いますと、えっと、なんでもいいわけではなくて、えっと、R パッケージ is for the sciences。科学的な解析に使われるパッケージですね。しかし、そういうふうに言っても、結構広いです。えっと、これが、その ROpenSci の範囲に,、えー、になりまして、これは、あの、またウェブサイトから取ってきたんですけれども、まあ、あの、インフラだったら、 インフラだったりして、とか、データベースとか画像、文献、セキュリティも <laughs> 入ってますので、科、ま、学、あまあ、聞ってセキュリティというふうに思う人はなかなかいらっしゃらないかなと思うんですけれども、まああの多分あるオープンサイトとしては、この科学を、まあ、サポートする、科、え、学、ー、に必要なパッケージも含めまして、まあ、サイエンスパッケージというふうに言ってるかなと思います。 でそのコミュニティですが、えっと、ア r ン n c は、えっと、そもそも2011年から、えっと、カリフォルニア大学のバークレイ校を拠点にして始まりました。で現在は、えっと、スタッフ、まあ、給料あるスタッフは6人でして、あとは全部ボランティアです。ということで、まあ、ボランティアが圧倒的に多いですね。でこれがそのあのスタッフの,あの写真顔写真になりますが、 えー、まあ、もしかして皆さんご存知の方もいるかもしれません。えっ、ー、と、例えばこのあの、ジェラルームズという方は、えっ、ー、と、マジック、えー、R のあの、マジックというパッケージを開発して、あの、えー、まあ、R でそのイメージ、えー、データを扱うパッケージですね。あの、もともとあったマジックパッケージ、マジックというソフトを R にも使えるようにしたパッケージなんですけれども、あとは、えっ、ー、と、R ユニ r s スを開発した方ですね。 もう一人は、例えば、あのマヤオサム、サウムも結構、あちコこュらに出てきてて、まあ、すごく R に詳しい方ですね。あの、ノームラロスとかもそうですし、はい。なので、そのスタッフはとてもしっかりしている方ばかりです。<laughs> で、その、コミュニティなんですけれども、まあ、その、R パッケージの開発、メインテネンスをするとともに、いろんな、あの、コミュニティ活動もえやってまして、 で例えば、コミュニティコールは、まあ、今まさにあのバイオハカタでも分かっているようなあの、まあ、発表だったり、えーまあそのまあ、学会みたいな感じですね。で、コミュニティコールは、まあ、大体月に1、2回ぐらいやってまして、私もあの発表者として参加したことがあります。で、まあ、何かのテーマを決めて、その発表を聞いてから、えー、その、まあ、失業となど、まあ、ディスカッションを行うわけです。 あとブログがありまして、ブログもとても活発でもう多分月何回ぐらいあので新しいブログポストは出ています。で、まあ、あの、あるパッケージの開発の話もあるし、まあ、この、えー、コミュニティの,あの方の紹介など、いろいろあります。でも、一番メインに行っている活動は、やはり、えっと、コードの作読です。パッケージの作読です。で、あの、 その ROpenSci に参加したい方は ROpenSci に、あの、さっき、あの、その JOS、ジョスのあのにすごく似てるんですけれども、えっと、JOS ではなくて、この ROpenSci にそれをパッケージを投稿して、で、そこで砂漠が行われるわけです。では、なんでこうすればいいのかえ、理由は <laughs>、その理由についてなんですけれども、まずはやっぱり自分のパッケージをより良くするためです。 あの、ずっと自分一人だけでやってると、なかなか気づくないこともあるかと思います。で、やはり、差ーしてもらってあ、こうすればいいんじゃないかと言えると、気づかされるわけです。もう一つは、あの、そのパッケージだけじゃなくて、あの、自分のコードの書き方も、この、あの、差ーを経ると、あの、かなり上達することがあるかと思います。そして、ちょうど今、あの、出てきた、えっと、ジョースですね。 えー、ジョス、そしてもう一つの雑誌、えっと、メッティディング・エコロジー・エヴォルション、えー、は、えー、ルオープン・サイト連携をしてて、えっと、アールオープン・サイトでサドコをすれば、ジョスに投稿するときには、サードコはもういらない。コードレビューはいらなくなります。なので、ジョスに投稿、あの、い一回、オールオープン・サイトで通ったら、ジョスでは、もっと、あの、早く出版することができます。まあ。 どっちにしてもあのコードの差額は入るので、多分全体の時間はそんなに変わらないんですけれども、えっと、二重にはならないんですね。で、あの、いえっと、ROpenSci に投稿して受かったら、その時からはもう ROpenSci のパッケージとなって、ROpenSci という組織からのいろんな援助をもらえます。えー例えば その PR はプールリクエストじゃなくて、えっと、その宣伝ですね。あの、Twitter とか、あの、ブログとか、いろいろと宣伝してくれて、あと、あの、その、コード書くときに、困ったときに、えー、いろいろと手伝いをしてくれる、あの、スラックがありまして、ROpenSci スラックがあって、で、その ROpenSci の、に参加してるパッケージだったら、あの、かなりすぐにいろいろ,いろ,いろと手伝ってくれるわけです。 あの私は今までいろんなスラックに参加してるんですけれども、一番あ入ってよかったな、いつも使ってると思うのは、やっぱりこの R o p e n サイスラックです。本当にあの R にすごくあの詳しい方がたくさんいらして、すぐにその質問に答えてくれるのですごく助かります。で、もう一つあの大事なところですけれども、えっと、R o p e n サイ g に参加してると、もしもの場合、そのパッケージの管理ができなくなったら、 あのそのパッケージをたくさん使っている人もいるんじゃないですか。で、その管理ができなくなった場合は、r o p e n s c ドでは、他にそのパッケージをメンテーン,ン,ンできる方を探してくれるわけです。で、これは実際の例もたくさんありまして、あの例えば最近、あのスカット・チェンブルリンという方が、たくさんの R パッケージを開発して、たくさんの方が使ってたんですけれどもあの、ちょっと仕事を変えて、もうこのパッケージは、あの メンテインできなくなってしまったんですけれども、それは ROpenSci に乗ってるから、ROpenSci がそれを引き受けて、他のメンテイナーを探しているわけです。で、実際、実私もあの他のパッケージを引き受けて、今それをあのメンテインしています。だから、やはり一人できることよりもあの、組織としてできることって、まあ、たくさんあるわけですね。では、えっ、ー、と、 投稿してみようと思ったら、えー、まずおすすめのは、えー、とこの本です。R o p e n s, s i g e Packages Develop, Maintenance and Peer Review。これはその完全なガイドブックになりまして、まあ、ガイドブックといってもあのやはりオンラインのリソースなので、まあ、ウェブサイトになるんですけれども、えー、そこにあの必要な情報が全部書いてあります。で特に投稿したい方はこの Guide for Authors がおすすめです。 でこれからその投稿のプロセスを、えー、説明しますが、えーまあ、大きな特徴としては、すべてオープンで GitHub 上で行われます。なので、先の上数の,の投稿のプロセスとはすごく似ています。でまずあの、実際に投稿する前に、えっと、自分のパッケージがちゃんと ROpenSci の範囲にあの入っているかどうか、えっと、PreSubmissionInquiry を出します。 ジョスも同じで、したね。で、これはこの ROpenSci でその作読、えー、を行っているのはこの r o p e n s s h スラッシュソフトウェア・ビューというレポジトリになります。で、そこの issues に行くと2つの,あのテンプレートがありまして1つは Submit software for review これはもう本格的な投稿。で、もう1つは Submit a pre-submission inquiry 本格的な投稿する前にこれでほあの えー、ROpenSci の範囲にとして合っているかどうかあのチェックするところです。で、これはまずするのはおすすめです。しなってもいいんですけれども、えー、もう絶対に ROpenSci にぴったりだと思ったら、もうすぐにあのスミットはできるんですけれども、どうかなと思ったら、あの、投稿えー、このインコリーを、えー、スミットすることができます。で、これがその例なんですけれども、えっと、私の CanapayR というパッケージの例になります。で、これは、えっと、 なんかな生物多様性を、えー、地図で見るような、えー、パッケージになります。で、例えばこれをクリックしますと、えー、まあ、これがその p r e s u b m ン s s i であの、まあ、結構簡単なテンプレートがあって、そこにあのパッケージのあディスクリプションをコピーペイして、えー、まあ、いくつかの質問に答えるわけです。 で、スコープ、範囲ですよね。で、そこでは、あの、アールオープンサイのどこに入るのか、どこにはまるのか、えー、はまると思っている <laughs> ところを、あの、指定するわけです。で、まあ、いくつか他の質問に変えて出すわけです。で、ここでエディターが返事してくれて、え、これを、あの、たその、時間を見るところはす,あのす,すぐ、えー、その次の日に、えー、 10月5日に出して、10月6日に返事があって、えーまあ、これは良さそうですけれども、あのこ,こ,ここの分野がねち、ちょっと違うんですよと教えてくれて、私はあ,のある、えー、と解析を別のソフトでできる解析を R でもできるようにしようとしてたので、ラッパーかなと思ってたんですけれども、あのでも、 それではちょっと違って、あの、新たに全部 R で書いたので、あの、ラッパではないよと教えてくれて、むしろこのような、えー、ところ、えー、ですよと教えてくれたので、えー、次の投稿には、あの、この分野で投稿することができたわけです。これは pre-submission inquiry になります。で、あの Pre、pre-submission inquiry が終わって、 よし、これから投稿しようと思ったら、まず投稿する前に、もう一つの,あのステップがあります。で、それはこのパッケージチェックというパッケージを使って、あ、クリックしちゃった。<laughs> まあいいです。あの、パッケージチェックというパッケージを使って、自分のパッケージをいろいろ確認、えー、する必要があります。で、これは、あの、これは実は ROpenSci、これ ROpenSci のマークですね。ROpenSci が開発している R パッケージになります。 えーまあ、インストールしてパッケージチェックという関数を、えー、走らせるわけです。で、そうすればいろいろチェックして、まあ、例えばディスクリプションがちゃんとあの正しい形式になっているとか、えー、関数には例があるとか、まああの、エラーやウォーニングがないかとかいろいろと確認するわけです、えー。で、これをしないと投稿ができないわけですね。とか、これが通らないと投稿もできないわけです。 でちなみに、このパッケージは、えっと、GitHub Actions が用意されてあって、えっと、それを使うと、私はこの DWC Taxon というパッケージに使っているんですけれども、それを使うとあの、全部のプールリクエストとかコミットごとにこの,あのチェックが、えー、されるので、えー、何かおかしいなことがないかすぐに、えー、見ることができます。 で、そのパッケージチェック通ったら、えー、今度はまた issues で、あの本当の,あの投稿として出すわけです。投稿します。で、そうしたら基本的なチェックが自動的におこまた行われまして、えー、で、それが通ったら、今度はエディターが入ってきます。で、さっきのジョスと本当に似たような感じで、エディターは、えー、リビュアを2人、えー、探して、えー、招待して見てもらうわけです。で、 理想的には、あのエディターえその、レビューは2週間、えー、で作録を行うんですけれども、やはりあの作録者、えー、レビューを探すまでの時間はか金かか,かかる場合もあるので、えー、あっさり2週間で終わることはなかなかないです。でそのコメント、えー、作録者からのコメントが、えー、もらったら、今度は2週間でコメントに答えて、えー、エディターがまたそれを見て、 まあそのやり取りをして、で、まあ、ちゃんと全部あのエディターがあの答えたと認,あのと認めたら、えー、受かります。で、これはまたその例なんですけれども、えっと、 もう一つの、えー、とパッケージの DWC タクソンというパッケージです。で、このパッケージは、えー、と学名ですね、分離群の,あのデータを扱うパッケージなんですけれども、えー、とその差読の例を少し、えー、お見せしたいと思います。今ここをクリックします。で、これがそのイッシューになりまして、えっ、ー、と、まあ先、さっきのプリ・ i o n シ n q インコリと同じように、やはりディスクリプションをコピペして、 まあこのスコープ範囲、えー、その r o p e n サイ g のどのところに入るのか。で、今度はちゃんとデータマ m ンジ n a g i n g と Data v a l i d a t というところをクリックしていまして、で、質問に答えて、えー、はい、で、出すと。で、ここで、あの、Bot、ロボットが自動的にいろんなチェックをして、で、これはあの、ロボットもパッケージチェックを行っているわけですね。ここにその結果が出ています。 で、最後にロボットはあ、エディターに渡してよいという結論が出たので、エディターが入ってきます。で、実は、エディあのハンドリングエディターと、なんだろう。エディターインチーフとハンドリングエディターが違うのかちょっとわからないですけど、また別、エディターがまた変わって、このノア・ム・ロスというあの方が最終的にエディターになります。で、理由を探して、 えー、で、これはそうですね。3月、3月からレビューを探して、えー、次の日に、お、すごい。<laughs> 次の日に1人入ってきました。で、あちょっとなんか、ヒデにされちゃったから、ちょっとわかんなくなっちゃうんですけども、でも、今回はそんなにエディターが、あのじゃなくて、レビューは探すまではそんなに時間かからなかったんですね。で、ここをちょっと表示します。えー あこの方は3月28日に、もう一人はね、3月28日に見つかりました。で、ここで、あのレビューがレビューを、えー、書いてくれました。まあ、おおむね時間通おりですね。4月18日。で、えー、これはいち,いち読まないんですけども、まあ、かなり丁寧に見てくれて、えー、いろんな、あの、本当に自分も、 あなるほどなと思ったコメントばっかりでした。でもう1人も入ってきて、でもここですねあの、やはりこのレビューアーから2人ともそのコメントが返ってくるまではなかなかコードをあのいじりたくないんですよね。だってあの矛盾したことも言われるかもしれないので、2人から来るまでちょっと待ってから、うん、待って、それでいろいろなおし始めたわけです。 で、あの私は、私のやり方なんですけども、このエディターに言われた、えー、ところを全部1個ずつ一周にして、それを少し1個ずつあのクリアしていきました。まあ、そうすると、自分としてあのやりやすいかなと思います。それはお勧めです。で、はい、トゥ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 。で、ビュア、でもそれだけではなくて、さらにレビュアにあのちゃんと説明して、こういうふうに 変えましたよと。で、あの、この、あの、プールリクエストとか、コミットの、あの、リンクも入れて、ここ,こで変えたよというふうに、わかりやすく、えー、わかりやすい、えー、ようにしました、はい。はい。で、エディターがまた、あの、それを全部確認したので、えー、これでアップルーフになりました。これで受かりました。 3週間後ですね。あ今よりも3週間前の話です。はい。そ,そんな感じです。であの、その投稿が受かってからの,あの流れになります。えっと、このパッケージは、まあ、自分、投稿する時点では自分のゲ i t にあるかと思います。 が受かったら今度は ROPENSI c の GitHub に移します。なので DWC タクションは今は GitHub.com slash Joel Nita DWC タクションではなくて GitHub.com slash ROPENSI c slash DWC タクションになったわけです。で、そのパッケージのウェブサイトも同じように Docs.ROPENSI c に移ります。ここ,こ,こですね、えー。で、そうすると自動的にこのパッケージが RUniverse に載、えー、ります。 R-URS については、まああの、本当に簡単に言うと、クランみたいなものなんですけれども、クランあるいは c r ン私はクランですけれども、そのクランとまたいろんな違い、大事な違いもあるので、えー、もしそれについてあの知りたい方がいらしたら、えー、今年の、えー、とバイオパクソンの第3回をぜひ見てください。えーまあ、r o p e n サイトとしては、ここまでなんですけれども、ここまで来たら、 えー、クラウンよリバイオコンダクターに載せ,せていければ載せてもいいし、ジョースとかにも投稿したければ投稿してもいいわけです。で、アー o オープンサイのおす,すめとしては、えっと、クラウンとかバイオコンダクターに載せる前の段階でアー o オープンサイに投稿してほしいそうです。なぜかと言いますと、えっと、そのレ、えー、ビューアーからいろいろ言われて、パッケージがもしかして大きく変わることもあるかもしれない。 ので、そのようなブレイキングチェンジなどがないように、えー、まだ c ク,、えー、クランは R o、えー、オープン c i を買ってから待ってほしいというふうに言っているんですけれども、まあ多分絶対ではないと思います。もし,もし皆さんがクランにすでに載っているパッケージをオープン n s c に、えー、投稿したいと思ったら多分できなくはないと思います。 えっと、今までは、その ROpenSci の、まあ、一般的な話でしたけど、まあ、一般的なパッケージの話でしたけども、実はもう一つの,あのパッケージの種類があって、えー、ちょっとだけ違う、えー、そのプロセスがちょっとだけ、えー、違うのがあります。でそれは、えっと、統計的なパッケージ、えー、っとス s ティスティ s o ソフトウェアになります。で、まあ、名前の通り、これは統計、 統計解析を行っているパッケージになります。で、何が違うと、より細かい作読が行われるわけです。で、これもまたガイドブックがありまして、えっ、ー、と、ここ、ここになります。R Open Science s l Software Peer Review まあ、オンラインの本です。で、まあ、なんでこんなようなことをするかと言いますと、この系統的なパッケージは、えっ、ー、と、何ですかね、えっ、ー、と、えー、 つまりその解、えっと、そのパッケージが行う解析に自信が持てるようにしているかと思います。で、系統的パッケージって言っても、かなり広いんですけれども、ROpenSign の定義では、この7つの分野が、その系統的パッケージになります。ベイズ法とか、r e レ g r e s s i o n モデルですかね。あとは Dimensionality Reduction PCA とか、 えっと、エクスプロトリーデータアナリシス、n a l y タイムシリーズナ n ス、l シン・ r ーニングとか、えー、スペーシャルアナリシス、まあ、地理空間的な解析とかこの、この7つになります。で、この7つにおいて、スタンダードが用意されています。で、まあ、これはこの文章は ROpenSign の,、r、Open の,のウェブサイトにあって、あのまあ、この European u s e r s Meeting からあの取ってきたらしいんですけれども、standards are good. スタンダードは、ね、良いものだし、厳しくするしなきゃいけないんですけれども、結局誰もスタンダードなんか読まない。<laughs> っていうのがあの指摘されていまして、まあ、スタンダードっていうのはあってもあの、ちゃんと読まなければ別に意味ないですよねっていうことになります。で,でもあの、この ROpenSci では、このスタンダードが あの、絶対にちゃんと適用されるようになっている仕組みがあります。で、その、じゃスタンダードっていうのはど,どういうものかっていうと、ちょっと、あの、ここでは具体的な例を出してるんですけれども、まあ、それは分野ごとに決まっていまして、まあ、例えば、マシンラーニングでは、このスタンダードがあります。で、スタンダードは必ず、あの、このアイデンタファイアがありますね。ML1.0。で、ML1.0 っていうのは、 ドキュメンテーション、シュッメイクエクリア、コンセプシュアルディティティングベトレーニングデータとテストレスディテデータをちゃんと分けなきゃいけないよっていうスタンダードですね。で、これが全部ここに書いてあります。ちょっと,と,と飛んでみますね、えー。はい。ここから取ってきました。で、さらにいろいろと詳しくあります。で、このような、まあ、ベストプラクティスですよね。で、 確かに ML ソフトワを書いたら、これを全部適用したら、まあ素晴らしいと思います。でも、これが存在しているだけでは、じゃどうやってちゃんとあのコードであの使われているかどうかチェックできるかというのが問題になります。で、その問題を解決するためには、この SSR パッケージがありまして、これもやっぱり R Open s i 開発のパッケージで、えっと、略 これはソフトウェア・レビュー・ラックレッツの略になりまして、その R のドキュメンテーションに使われる R-Oxygen を使うパッケージです。で、まあ、あの、そう、あのこれを理解するためには実際に例を見た方が分かりやすいかと思います。で、これは例えば私のコードに入っているところなんですけれども、ここではこのインプット、ある関数のインプットがあって、 このコーム、コミュニティの略なんですけれども、えっと、このコームっていう、あの、インプットは、えっと、データフレームでない、あるいはメイトリックスでないといけないんです。で、ここでそれを確認してるんですけれども、これ、あの、こういうふうに確認していることは、やはりこのスタンダードのおすすめですね。で、ここに、えっと、このような特殊な書き方なんですけれども、えっと、このコメントの後に、 えっと、アポストフィー、アット、SSR、スタッツ、で、その、このスタンドの名前、えー、番号を書きます。G2.1, G2.6, 2.6, check input types and links. ここで、ほら、このスタンドは、この、ここで、このコードの中でちゃんとやってますよっていうふうに、えーまあ、表示しているわけです。で、えっと、皆さん、よくあの R のアル k ジ g を 開発している方はよく使っているかと思うんですけれども、えっと、この DevTools ドキュメント関数は、えっと、そのパッケージの、えっと、ドキュメンテーションを全部、あの、作るんですけれども、それをするたびに、このスタンダードがチェックされるわけです。で、このようなアウトプットになりますが、えー、っと、R Open Site Statistical Software Standards。で、全部で231あって、そのうち179がちゃんと 施されているよという結果になります。で、例えば、このスタンダード G2.1 の A がこの関数で、<laughs> この行で使われ,使われて,ていますというふうに、この表示ができています。で、これかなり長いんですけども、まだ今あの、231のうち179をちゃんと使っている 確認できたっていう風になったんですけども、じゃあその残りのまあ50個ぐらいはどうなってるかと言いますと、えっと、このパッケージには関係ないスタンダードです。適用はそもそもできないスタンダード。で、それは NA としてえ入れます。だから残りは NA です。で、あの今、今の例では、あの、すべて適用してるか NA だったか。 ですけれども、もしその、でも、それは、まあ、あの、かなり最後の方の、あの、開発の最後の段階で、普通は、えっと、開発の途中だったら、まだスタンダード、あの、適用していないのもあったりして、で、その場合は、えっと、to do、to do standards として出てきます。で、この RE4.4 な,などなどは、まだ適用されていないよ、というふうに分かって、これから、あ、これをスタンドちゃんと適用しなきゃいけないな、というふうに分かるわけです。 で、あの、このようにしてね、このスタンドを全部100以上適用するのはなかなか大変ですが、<laughs> そうすればご褒美があります。えっと、パッケージにこのバッジを貼ることができます。で、3段階になっていまして、あの、ピアリビュー通って、で、この、あの、スタンダードのこの段階で取りましたよ。で、ブロンズ、シルバー、ゴールドでありまして、えー、まあ、その多分スタンダードの数で決めてるわけです。 で、私は、えっと、今回、えっと、Canapay R はシルバーで、えー、投資しました。ゴールドはなかなか難しいです。えー、はい。ということで、えっと、最後に、最後の一つ、あの、なんで r オープンサイに参加すればいいかという話なんですけれども、まあ、やはり、あの、もしもね、そのコミュニティに全然参加しなくても、 あの先ほど見せましたガイドブックとかスタンドを使うだけでも、かなりパッケージを書いあのパッケージをている,るとかなり蒸発することがあります。でも、<laughs> やはりそれだけじゃなくて、コ、えっと、ミュニティにあのちゃんと参加する,するとすごくあのいいことがたくさんあります。えー、非常に R に詳しい面もたくさんいますので、えっと、すぐにスラックで質問にあの答えてくれます。 で、まあ、そのパッケージ開発だけじゃなくて、R ああについてのいろいろな話もできますし、その先ほどお伝えしましたあの、コミュニティコールなど、ブログとかいろいろあります。あのなので、皆さんもあのぜひこの,の,ひこの,のコミュニティに入ってみてください。以上です。では、質問。はい、ありがとうございます。はい 何か質問ある方いらっしゃいますでしょうかなんか私からえ、私から一個いいですか、ねはい、なんかすごいレビューが厳しそうだなというのが <laughs> あって、なんか他のまあ、スクランとかバイオコンダクターに比べて、かなり厳しそうだなっていうのがあるんですけども、結局、最、なんか採択率とかっていうのはある なんか、あるんですかはい、確かにそうですね。あの、採択率はどうなってかちょっとわからないんですけれども、でも、すべてオープンなので、まあ、その意思を見て、あの、結局、どれがどうなったか、<laughs> あの、やろうというはい、はい、見ることができます。で、まあ、そうですね、厳しく見えるのは、もしかして、あの、これは、えっと、ジョスとやっぱ大きな違うところは、ジョスは、あと、その言語は問わないですね。 プログラミング言語、R でも Python でも何でもあるんですけれども、えっと、R の場合は R なので、R に詳しい方に見てもらうので、えー、だからそのように見えるかもしれませんが、まあ、そのガイドブックもあのかなり丁寧に書いてあるので、えー、まずはガイドブックを読みながら、えー、パッケージを整えてから投稿すれば、えっと、うん、はい、えーそうする、そうするといいかなと思います。 あとはそのバイオコンダクターの人とかとなコミュニティではオーバーラップしてるんですかねまたち,ちょっと違うんでしょうかどうですかね私は実際どれくらいのオーバーラップかはちょっとわからないんですけれどもまあでもそうですねあ,あのー、あとバイオコンダクターはもちろんあの生物 <laughs> バイオに特化した<あ>あのパッケージなのではいうえー、うん そうううん、そうですね。そうですね、ちょっと、あの、正直、うまく答えられないんです。あ,あの、い、あでも、もう一つのあのコミュニティがあって、えっと、カ,カーペンチューズってご存知ですかあてない、っ。えっ、はい、とね、はい、あの、そのソフトウェア、うんと、なんていうか、リサーチソフトウェアをのあの使い方とか、データ解析とかを、えー、学ぶワークショップをあの,あの提供している団体でして、 はい、アメリカとか、はいあの、かなりヨーロッパとか、すごくあの人気がありまして、でその、ハ、えっと、ープンチーズにも、ROPEN サイにもあの参加している方は結構います。あういう私もそうです。<laughs> でまあ、逆に私はあ,のあんまり、えー、とバイオコンダクトには参加していないので、その辺の,あのオーバーラップがどうなってるか、ちょっとよす、ねあ。ありがとうございます。はい。鈴木さん、何かありますかはい。あの d Open でアクセプトされたら、アドユニバー d u n i v e で公開されるんだと思うんですけど。 えー、その後、クランバイオコンダクターに投稿することも、えー、と進めてたと思うんですけど、すると、えー、クランないしバイオコンダクターとあるユニバースに両方パッケージが、えー、と登録されているような状況だと思うんですけど、それはトラブルとか特にないんですか、ね、もうないと思いますあの。実際そういうふうにしているパッケージもたくさんありますし。で R-Universe の設定によっていろいろできるんですけれども、一番もあの一般的な設定では R-Universe はなんか最新のコミットでダウンロードされてインストールされるんですよね。だからなんか、インデベロップメントバージョンになるんですけれども、プランはそのステーブルバージョンですね。だから、そういうふうに使い分けている方は結構いるかと思いますが、あの アーユニバースもそのステーブルバージョンだけにしたければできるんですね。あ、そっか、えっと、久メさんがアーユニバースを紹介したときにもそういう議論になってたかもですね。えっと、アーユニバースは別にパッケージのレポジトリっていうよりは、その、各 GitHub の状況を見,見る、なんかショーケースみたいな感じで。ああいう感じで。 別にそこにパッケージのなんていうかソースコードを集めているわけではないということですよ。はいはいあ。でも、Our Universe は確かにパッケージもビルドしていますよ。はい。だからそこから、いや、実際にコードをダウンロードされるとあそうですね。そこからダウンロードするのはできますか、はい えっと、普段、バイオコンダクターだけじゃなくて、アードユニバースからもバイオパッケージをダウンロード、インストールすることはできるでしょうかはい。あ,あできるんでしょうかそう。だから、アードユニバースはバイナリーを作っています。確かに。ああ、そうなんですね。おはい、なんか個人名になりますね、URL が。各オーサーごとに URL が切られてて、はいうん、なんか、ややめんどくさいですね、ダウンロード仕方が。 まあそこの独創的というか、あのパッケージというより人に注目してるんですよね。人ごとに分けてるような。はい。うん。まあでも、あれは、なんか組織名でもできます。ああ<ー>。はい。確かに、理研の元ラボもなんか登録されてましたね。何もしてないんですけど、クランに登録したからか、なんか自動的にページが作られてた気がします。 うん、自動的なアルオープンサイに投稿しない限りは自動的には多分あんまりないと思うんですけどもでも GitHub にあるパッケージだったら何でもアルオープンースに投稿はできます。というか載せることができます。ああはい、はい、<laughs> はい。その。はい。えっとまあライ,ライセンス的にはどうかわからないですけどもでも あのオープンライセンスだったら確かにだいあの、はい、できると思います。あと、えっと、アドオープンサイにアクセプトされて、えー、次、JOS に投稿するってなった場合、えーと、どういう手順になるんですか、ね、な,なんか、いくつかステップを省けるとかあるんですかねはい、そうですねあの。私自身はまだそういうふうにしていないので、 ちょっとあの、なかなか、はい、あの、ちょっと答えづらいですけれども、でも、まあ、少なくても、サドクは省かれるというふうに、はい、お答しています。じゃあ、本当に手続きだけ済ませれば、即アクセプトみたいな。はい、<あ>だと思います。あの、これからやろうと思っているので、はい。<laughs> また今度報告できます <laughs> あ。ぜひお願いします。 とは、そうですね、最後の SRR、231のチェックの項目があるっていうのが、やばいなって,って。<laughs> そうですよね。あのゴールドバッチを持ってるパッケージがいたら相当やばいってことなので、はい、そ,れそれ自体にすごい価値があるってことを、もうちょっとこう、触れ回らないといけないですね。論,論文 同じぐらい価値がある、すごいことなんだっていうことをみんなに言っていかないと、なんか、まあすぐ、すごい苦労して、なんか手に入れるバッチって感じなので。はい。そうですね。あの、実は私も、その、あの、シルバーになったパッケージは、そもそも最初からソシャルに投稿しようとは思っていなかったんですね。あの、普通の r o p e n s の方にしようと思ったら、 あのそのエディターからあの統計パッケージとしてあのでもいいと思うのでそちらはどうですかってお勧めされて、まあうん、じゃあやってみようかと思って <laughs> そんなことにあったんですけれどもあのそうですねうんまあその辺は R o オープンサイ h としてもうちょっと、うん、頑張れる余地はあるかなと思いますあのでもまあ自分 今振り返ってみると、まあ、そうやっておいてよかったなとは思いますあの。いろいろと絶対に自分だけだったら気づくないところあのに気づくされて、それで絶対にそのパッケージはあのよりあのあのしっかりしたパッケージになったかと思いますあの、えーと。統計のパッケージとしてアクセプトされる場合、 えー、チェック項目は最低何個クリアしないといけないみたいなのがあるんですか最,最低ブロ,ブロンズを取ればいいああ、そうですね。多分そういうことだと思いますけれども、ちょっとわからないです。すみません。それもまたガイドブックを確認する必要があります。<ー> <laughs> はい。ありがとうございます。あ、あとあの、えっ、ー、と、 投稿料とかお金かかるところはあ,るあ、それは一切ないです。はい、あの、ジョスと同じに、はい、無料です。